皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。私はまたまた今韓国に来ているんですけども、もうだって毎月来てるっていうくらいのペースで来てる。やっべえなそれ。本日は何をするかというと、韓国にも日本のようにコンビニ文化がすごい発展してて、で日本だとセブンとかファミリーマート、ローソンとかあるじゃないですか。で韓国にもセブンとファミリーマートあるんですよ。あとミニストップも。日本にないコンビニが韓国にあって、むしろそれが韓国国内で一番展開されているコンビニチェーン、それが GS25 という名前のコンビニなんですね。でその GS25 の人気商品というか、私が思ったこれは日本ではちょっと珍しいかなみたいな商品があったんで、そちらを今回たくさん買ってきたんでご紹介します。ダダーン、はい、GS25 並べましょう。ドン、どうでしょうか。結構買ってきましたよ。で値段が、2400円ぐらいです、日本円で言うと。まず何を買ったかっていうと、これが日本で言うスコーンみたいな感じのやつで、これ甘くて美味しいみたいですよ。150円です。そしてこちら、これ日本でも今めっちゃ人気ですよね、ハニーバターアーモンド、120円、安っ。しかもボリュームあって美味しいんですよ。で次、これデザイン可愛いですよね。これチョコ牛乳です。チョコウユって書いてます。200円、安っ、めっちゃ安い。でこれがサムギョプサルの海苔巻きです。キンパですね、キンパで、これがサムギョプサル、安っ、2300ウォン、230円ぐらい。しかもね、めっちゃ重いんですよ。でこれがトッポキですね。これが280円。これ何がすごいかって、この中に入っているトッポギって大体まあお湯入れたりとかしないと作れないんですけども、これはお湯なしで作れちゃうトッポギです。これ今すごい人気みたいで。そしてお次がこちら、これはアイスクリームなんですけども、上にこういうクランチのようなものが入ってます。これね、ちょっと高いかも。これ280円、まあ日本でいう本当にそのハーゲンダッツ並みの高さなんですね。でお次、これもねちょっと新鮮でしたよ。なんでしょうこれ。実はこれ全部クリームなんですよ。生クリームこれ丸ごとって珍しくないですか。でこれが2500ウォンだから250円でございます。これすごいですね。で次がこちらもちょっとね面白いよ。これ見てください、ソーセージ1本にチーズコーンがあるって感じの、結構なんか不思議な感じなんですけども、しかもねかなり重いです。値段が330円、いや安いな。こんなにいっぱい買っても2500円とかなんで、かなりいいと思います。じゃあ一つずつ食べていきます。いただきます。じゃあまずは乾杯しましょうか。いやこれ幸せだなおい。よっ、あすごっ、かなりココアが濃い感じ。乾杯。うま、これうまい。私の好きなちょっといいところのカフェに出てくる濃いめのココアって感じ、おいしい。じゃあ次、ちょっと次お菓子いきましょう。少しテカテカしてます。あ、これ人気になる理由がわかる。今結構ハニーバターとか流行ってるじゃないですか。でこれハニー&アップルなんですよ。甘いししょっぱい、甘じょっぱさがすごい美味しい。食感的にはおせんべいの外に薄いパリパリがついてるような感じです。次はこのハニーバターアーモンド食べます。これ私めっちゃ好きなんですよね。これため買いしてます。皆さんにもすごい食べてほしいんですけど、でも日本でだとビレバンで売ってますよこれ。あ、これだよこれ。外にすごいこの粉がいっぱいついてるんですよね。これが甘くて美味しいんですこれは止まらなくなるやつだ。日本でもコンビニとかどこでも買えるようになってほしいんですけどね。むしろこれが楽しみで韓国のコンビニいろいろ回ってるぐらいのレベルで私は好きです。じゃあお次はこれ行きましょう。サムギョプサルのり巻き、私初めて食べますね。日本のコンビニで言うとおにぎりと同じですもんね。てかのり巻きか。ここ、こうやってピロってやって、え、面白い。あ、すごい。これ切れてるんだもん。え、めっちゃいいじゃないですかこれ。外でいつでも食べれる、手軽に。結構こういうのって女性とかとさ
その口紅とかリップつけてるからこれかぶりつくのお直しめんどくせえみたいになるじゃないですか。まあ私めんどくさがりなんでお直ししないんですけど、これいいわ。そして中はこんな感じ。え、これうまそう。あ、簡単に取れる。いただきます。うまこれコンビニのレベルじゃないぞ。ちゃんと中シャキシャキ感があって味はほんとサムギョプサルです。あ、これほんと美味しい。次こちらソーセージコーンチーズですね。面白いなこれルックスが。なんか韓国のその私の友達に聞いたら、韓国ではこれ居酒屋とかでも普通だよって言ってたんですけど、え、これすごくないって話は思いましたけどね。開けます。ほい。うわめっちゃ美味しそう。匂いがいい。え、てかめっちゃチーズひたひたに使ってるじゃん。うまい。わ、私最初その、今流行りのそのチーズただ伸びだけかなと思ったら違くて、チーズそのものにもしっかり味がついてるんで、このコーンの甘みとチーズのしょっぱさっていうか、なんかちょうどいい具合にすごい効いて美味しいです。このソーセージと一緒に食べてくださいねってことですよね。このソーセージもパリッとしてる。はい、じゃあ次行きましょう。皆さんにちょっと残念なあのご報告があります。私てっきりホテルに電子レンジあると思ったらありませんでしたということで、これ食べれないんですよ。なので近くにコンビニあるんで夜食べようと思います。中身少しお見せしますね。あ、こうなってるんだ。あー、なるほどなるほど。めっちゃ簡単だ。これがトッポギですね。これは現地の友達がめちゃめちゃおすすめしてくれたんで。そしたらお次はこちら、じゃーん。これはまあ、さっき言った全部ミルククリームみたいな、珍しいですよね。どんな味なんだろう。あ、これロッテが出してるんだ。これ日本でも売ってほしいな。いきまーす。こうなってんだ。で、あ、柔らかい。あれだ、牧場の中で買える美味しいソフトクリームの味の生クリーム版。あ、美味しい。このジャンキーさがなんか今トレンドっていうか分かる気がする。うん。あ、下はスポンジ入ってますよちゃんと。で、このスポンジはどうなってんだ。食べます。スポンジって言ってもそのパサパサしてるスポンジとかではなくて、ちゃんとしっとりしたスポンジですね。で、その染み込んでる味がなんかメープルっぽい味。甘いもん好きにはこれはたまんないですね。そしたら最後です。で、ここをこう破くとこうなってて、これ出てきます。溶けてる説。マジか。ちょっとごめん、私がちょっとロスタイムが多かったんだな。最初に食べとけよって感じですけど、いきます。わお、溶けてる。マジか、溶けちゃった。真ん中辺は、あの、まだ生き残ってる、ほら。生き残ってる。じゃあ、いきます。こんな感じですね。で、すごい、なんかザクザクしたやつが入ってる。あー！あれだ！サーティワンアイスクリームの、あの、コットンキャンディ。あれ、結構似てますね、味。一つ一つの粒が味がすごいあるんで、なんか混ざり合って美味しい。で、少し、その、あの、ミルク感というよりかは、ジェラート感の方が強い。さっぱりしたいっていう時でもいける。でもかなり甘いんで、またこれもちょっと、あの、新感覚ですね。ごちそうさまでした。今回私がその GS25 の人気商品を食べて、一番美味しいなって思ったのを発表します。ドゥルル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 サムギョプサル巻き。もうダントツナンバーワンで美味しかった。この食べやすい点。あとは、もちろんその味。これはこれですごい完成してるなって私思いました。めっちゃ美味しい。しかも、他にも、ブルーコギ味とか、ビビンバ味とか、すごいいろんな種類があるんで、皆さんぜひ GS25 もし来た際は、ちょっといろいろ物色してみてください。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。そしてバンドチャンネルも画面の下にありますので、ぜひチャンネル登録してね。また次の動画でお会いしましょう。